はい。皆さん、こんにちは。チです。今日の仮想通くマーケットはですね。まあ、ビットコイン一時期2万7000ドルを超えていくような場面ありましたけれども、まあ、その後はあまり勢いがなく、今の現在のところは2万6700ドル近辺で推移をしているような今、現状となっております。 株式のマーケットについては、まあ、比較的安定をしていて、そんなにいろんなことが起きているというような状況ではなくて、かつですね、まあ、金利のマーケットについても、同様かなというふうに思っています。今週は皆さんもご存知の通り、9月の20日ですね、水曜日のタイミングで、4MC があるということで、それまでは比較的静かな状況っていうのが続くんではないかなというふうには思っています。まあ、あと1個、個気になるポイントとしては、まあ、今ですね、徐々に、 アメリカの株式マーケットというの時も経済ですね。に関しましては、今後ですね、リセッションの方向感に入っていく可能性っていうのが高いんじゃないかというような話も今出てきていますと。まあそういった話も今日のちょうどしていきたいと思いますが、まあ、今のところですね、ちょっとこちらブロ、あの、ビットコインの取引高っていうのをこちらに下に出させていただいてるんですけども、まあ去年の、今年か、今年の3月以降ですね、もう圧倒的に取引高っていうのが 下がってきてしまっているんですよね。で、これがですね、やっぱり今のマーケットを象徴しているかなというふうに思っていまして、かなりマーケットでこの仮想通貨クリプトに対して今その投資をしていこうというような意思が今そんなにないんですよね。で、後ほどいろんなデータを使って今のマーケットの現状というのをちょっと解説をしていきたいと思うんですけれども、やっぱり今日のタイミングのような 大きく上昇したタイミングでも取引高っていうのはそんなに伸びてないですよね。これっていうのはやっぱり一つ大きなサインだと思いますし、これがですね、ボリュームを伴ってやっぱり上昇していかないことには、今後継続的な上昇っていうのはなかなか難しいのかなというふうに思うので、まあこれは下落も同様なんですけれども、まあやっぱりですね、大きなボリュームを伴っての え、上下動というところがない限りは方向感がなかなか出てきづらいのかなと思いますし、え、引き続き、まだやっぱりレンジの中での推移というのが、え、僕はですね、続いていくんではないかなっていうのは思っています。はい。で、え、今日もですね、皆さんと一緒に、え、仮想通貨のマーケットのニュース見た後に、マクロの関連ニュースですね、え、見ていきたいと思いますので、え、ぜひですね、え、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。ま、あとはですね、昨日から、 ちょっとテスト的にですね、TikTok のライブを始めました。概要欄の方の下の方にですね、TikTok の、えー、まあ、てうんですか、アドレスですかね、貼ってありますので、えー、ぜひですね、チェックしてあげて嬉しいですし、まあ、継続的に今後もえ TikTok をですね、ちょっと YouTube よりも、まあ、ライブの機能とかっていうのが使いやすいので、利用していこうかなと思いますので、えー、ぜひですね、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。 はい。ということで、えー、皆さんとまずはですね、こちらの方から見ていきましょう、えー。こちら何かというと、ストップロスがどこにあるのかというようなチャートになってます。これも最近ここ皆さんに、えー、何回かご紹介をしているわけなんですけれども、今見てみるとですね、えー、大体この26,700ドル近辺というところが、まあ、現状のレベル間で、えー、下に行けば行くほど、まあこれ左に行けば行くほど、まあ、ストップがですね、まあ多い、まあアップサイドにも多いので、 どちらかというと、今、ダウンサイドの方向間に、まあそういったストップロスが多くなっていて、逆に右側に行くと、まあこれ緑の線で引かれてますけれども、まあストップがあんまりそんなにないと。つまり、まあこういったストップを巻き込んでの動きっていうのは、今はダウンサイドの方が動きやすいですよと。なので、まあ何を言いたいかというと、本格的にこのビットコインを買っていこうというような意思をしっかりと持ったフローが入ってこない限り、 まあ、アップサイドにはですね、なかなか今のところ、え、行きづらいというような、まあ、状況にあるというのが、このチャーだからもわかると思います。で、昨日もですね、オプションのマーケットのデータを使って、今のマーケット環境ってどんなものかっていうふうに見てたんですが、どちらかというと短期的には、え、アップサイドを見ている人たちの方が、今、クリプトのオプションを取引している人たちは多いですと。なので、オプションで買っている人たちっていうのはですね、まあ、そんなに、 スポットのフローとあの同じような形で、マーケットをです、ね、ドライブしていくような短期的な動きっていうのはそんなに出ないんですよね。なので、あまりオプションマーケットで上を見ているというふうに言っても、え短期的なマーケットを動かすような要因には、まあ、そんなには簡単にならないので、まあ、今のこの状況を見る限りは、マーケットはどちらかというと短期的には下、下というかまあ、あの大きなフローが出れば下の方に走りやすいような状況にはあるんじゃないかと思いますが、 オプションマーケットまで関して、両方一緒に見てみると、今のところバランスが取れているというか、上にも下にも動きそうで動かないようなマーケット環境というのが、まさに今なんではないかなというふうには思います。この9月の20日の FOMC 以降で、また発言の内容によっては変わってくる可能性があるので、その辺はですね、継続的に見ていくべきなんじゃないかなと思っております。 はい。で、これ以外ですね、皆さんの見ておきたいデータ、そして記事見てお見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらになります。え、ビットコインがですね、27000ドル一瞬超えて、え、行きました。で、え、昨日もですね、ご紹介したんですけれども、まあ、50日の移動平均線が100日、そして200日の移動平均線を、ま、下抜けしたと。で、それが、ま、デスクロスというふうに言われるんですけれども、え、そういった状況でも、え、引き続き、 あのー、今のマーケット環境で上を見ていくべきかどうかというような議論がされているんですが、まあ、今の状況を鑑みると、この記事ではですよ。えー、この記事では、記事では、まあ、一応今はですね、えー、この利上げの、あのー、何ですかね、その、さらなる利上げっていうのが、まあ、あまり今後期待できない。もうこれ以上利上げがあまりないんではないかというような意見が強くなってきていることから、マーケットはですね、まあこういった デスクロスというようなま現象が起きている中でもマーケットがちょっと強く今のところは維持していくんじゃないかっていうような話が出てきていますとでその一方で本当にそうかなっていうのを僕はちょっと疑問に思ったことで今の状況っていうのはもう少し利上げをする可能性があるかもしれないよねじゃあもうちょっと CPI ですとか雇用統計とか見ておかなきゃいけないよねっていうような状況に僕はまた戻ってると思うんですよねなのでこの ま、デスクロスがあって、どうこうとかっていう話っていうのは、まあ、ちょっと信憑性に僕は欠けるかなというふうには思っています。で、もう一方で、同じコインベースの記事で、今ですね、27000ドルを超えてきてはいるものの、まあ、アナリストの人たちが、引き続きまだベアリッシュなプライスプレディクション、まあ、これは価格の推移というものを予想していますよという記事があるんですが、こちらの記事は、また別に、まあ、これはマクロ関係のアナリストの人たちが、 今後さらにですね、FOMC を経て、f e d が利上げを検討する可能性もあるということで、ベアリッシュ、ダウンサイドの方をビットコインで見ているというのが記事になっていました。で、こういったのを書く人によって当然のごとく意見がいろいろ変わっていくわけなんですけれども、マクロのニュースだったりとかを中心に見ている人たちっていうのは、今ですね、そんなに、あ,あの、まあ、積極的なビットコインの購入というところに対して、 え、向かっていきづらい、ま、人たちなんではないかなというふうに思うのだと、思うのと、ま、今はですね、さっき見ていただいた通り、ま、なかなかボリュームが伴ってこないということで、え、引き続き、ま、静かな展開。そして、え、この FOMC の後も、そんなに大きな方向感というのは、少なくともアップサイドには出ないんではないかなというふうに思うので、え、ま、コツ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 買っていくのはいいと思う一方で、え、短期的なレバレッジを伴った、ま、強い会員みたいなものは、ま、少し控えた方がいいんではないかなというふうには、僕は思っております。 はい。で、ついてなんですけれども、えー、イーサリアムのですね、コールオプションをクジラの人たち、つまり大手投資家が大量に購入をしたというのが、えー、ニュースになっていました。で、一応ストライクなんですけれども、ストライクっていうのは、この価格よりも上に行けば儲かるよっていうような、その基準の、えー、価格なんですけれども、えー、2000ドルと2200というふうに言われています。はい。どこだったかな先引いてなかったかなはい。 なので、2000ドル、2200ドルというものが、大体年末までだったと思うんですけれども、そこぐらいまでをターゲットに今、マーケットで買われている。そうですね、ここですね。2000ドルというふうに書いています。はい。なので、このあたりに関しては、大体10月から12月にかけて、ここまで上がっていくんじゃないかっていうことを狙って買っているということらしいんですけれども、まあこれについても、ある程度金利の今後の方向感というところが、 見えてこない限りは、ここまで上がってこないかなとは思うんですが、まあやっぱりですね、この年末へのタイミングで、何かしらのセンチメントを、まあ変わってくるような一つの要因として、まあ何か出てくるんじゃないかということで、まあアップサイドを狙っている。で、あとはイーサレムに関しては、まあ年末の方向に向かっていくに従って、新しいアップデートが期待されてますよね。まあそれもあって、こういった動きも今出ているのではないかなというには思いますが、 こういったアップデートよりも、やっぱりですね、マクロの要因の方が僕はプライスインパクト大きいんじゃないかと思うので、そっちの方を中心に見ておいた方がいいんではないかなというのには思っています。はい。続いてなんですが、こちらですね、イーサリアムのトレーディングが今ですね、27%フェアバリューよりもディスカウントされているんじゃないかというようなニュースが出てきています。で、これは何をもってフェアバリューよりも27%ディスカウントされているかなんですが、 このリサーチ会社が出しているのはですね、レイヤー1のブロックチェーンの、プラス、イーサリアムありますね。で、それのメインネットプラス、レイヤー2の取引ボリュームとかっていうところを考えてサーをしているらしいんですが、まあやっぱりですね、今、ディスカウント27%フェアバリューよりされているというふうに言われていて、じゃあ今買うべきなのかっていうのは、ちょっと正直難しい判断ですよね。 で、これっていうのは、まあ、いろんなアセットクラスもあるんですけれども、やっぱりフェアバリューっていうのは、論理的にはありますが、ただし、それよりも下回ってるっていうのは、まあ、いろんな条件があると思うんですね。いま、いろんな理由があると思うんですよ。っていうのも今は、え、金利がものすごい高いと。なので、投資家がお金を借りて、そこのフェアバリューというふうに言われるような、え、ところを取りに行くために、まあ、資金を投入するにはですね、コストがやっぱり高い。で、プラス、今後もさらに、 ま、アメリカのですね、債務上限の引き上げとかっていうところにいろんなアメリカの不安的要素っていうのもあるので、え、そこをですね、ま、あの、わざわざ取りに行って、え、そのギャップがですね、フェアバリューと今、この、今の価格のギャップが修正されるまでにやっぱり時間もかかるし、そっちの方向感に向かっていく、これギャップ修正に向かっていくのが実際に起こるのって、いつなのかっていうのもわかんないんですよね。なので、え、その、 お金を借りるコストっていうものが今非常に高い中で、で、かつ今マクロのセンチメントっていうのもそんなに良くない中で、そのギャップの、ま、あの、修正に向かって、どれぐらい時間がかかるかもなかなか判断が難しいので、ま、そういったところをですね、狙って買っていく人たちっても、やっぱり少ないと思うので、ま、こういったところをですね、あ、だったら安いんだね、じゃあ買いましょうみたいな話にはならないので、あまりこのフェアバリューと、今の価格のギャップ、 について、そこを埋めに行くためにトレードをするっていうのは、あまり正直理にかなっていないかなとは思います。ただし、まあ、こういった分析に関しては非常に面白い観点だと思いますし、実際にどういった、まあ、あの、詳細な分析が行われていたかっていうのは、まあ、今度ちょっとレポートとかも見てみようかなとは思っていますが、まあ、やっぱり、そうして、このディスカウントが、まあ、今大きくイーサリムに起きているっていうのは、やっぱりですね、まあ、潜在的な えー、まあ、能力というか、このイ e 3ムが、まあ今価値を、価値を提供している、もしくは提供している価値とのギャップということだと思うんですけれども、まあ、やっぱり、あの、売られすぎっていうことは、まあ、いろんな仮想通貨のアセットクラスであるとは思うんですよね。えー、ただし、そこを、まあ今、どう判断するべきかっていうようなことが、まあ、あの、いろんな人の中で、まあ今、まだ軸がないと思うんですよ。これが仮想通貨の、えー、プロジェクトのプライシングをするに従って、 ま、正しい方法ですよねっていうような、ま、あの、マーケットでのですね、えー、ま、総合的なその理解みたいなものもないので、この27%のバリエーションがディスカウントされてますっていうのも、本当に1、1人の、もしくは、もしくは1社の意見でしかないので、まあ、こういったところももうちょっと、マーケットが成熟してくるに従って、どういうようなプライシングが本当にいろんなチェーン、もしくはプロジェクトを判断するで、 え、適切なのかっていうのは、議論が今後、さらに必要になってくるんじゃないかなっていうふには思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にマクロの関連ニュースを見ていきましょう。え、まずはですね、こちらになっております。え、今、アメリカの雇用ですね、引き続き強いというふうに言われていますが、どんなセクターが強いかっていうのが一つ面白いポイントになってきていますと。で、え、こちらに書かれているのは、いわゆるアメリカの政府系の雇用がですね、今戻ってきているということに、 え、が、ま、データとして出ているわけなんですが、これなぜかっていうと、え、これまで民間が非常に雇用をですね、積極的に行っていて、え、今、徐々に、え、レイオフ。ま、つまり、ま、リストラですね、日本でいうことを、え、し始めていると。で、さらに加えて、今ですね、引き続き、ま、そういったテックですとか、え、その他の民間企業で雇用をしているところはある一方で、そういったところでもですね、ここ最近は雇用をする際の、 賃金の設定っていうものがですね、これまでよりも下がってきていると。で、プラスこれまでサインアップボーナスっていうものが、まあいろんなセクターではあったんですが、まあそれを出さなくても採用ができるように今なってきているということで、今、まあ雇用者、雇用者とか雇用される側がいろんな職を変えたりとか、まあ新しく転職しようみたいな、まあそういったモチベーションが高くない状況というか、まあ転職をしても、まあそんなに美味しくない状況にあるということで、まあまずがそれをこう凍ってますと。 で、やっぱりですね、政府関係のところっていうのは、そんなに大きなお金をですね、民間と比べると出せないんですよね。なので、民間がちょっとそういった雇用に対して積極的になれないような状況が今なってきているからこそ、相対的に安定している政府系の会社の雇用がですね、人気になってきているというのが今一つ理由として挙げられています。 これがですね、今後、じゃあ続いていくのかっていうのは、まあ、全体的な雇用の強さっていうのを占っていくで、非常に重要なポイントなんではないかなと思いますが、引き続きですね、やっぱり、新しくまた、じゃあ仕事を探して、転職しようっていう人もまた減ってるんですよね。なので、そういった意味では、この政府系の会社もしくは機関への転職というか就職の数がですね、継続的に増え続けていくかどうかっていうのは、 なかなかちょっと続いていくというふうに断言はできないのかなと思いますし、こういった政府系の採用が一旦落ち着いてしまうと、雇用に関してももう一旦ちょっと難しい状況というか、まあちょっとこれまで,で非常に強かった雇用という状況が崩れてくる可能性っていうのはあるのかなと思います。まあそんな中で一点気になるニュースっていうのは先日、セールスフォースが約ですね、年初に8000人のリストラをして、 また3300人採用し始めたりとかもしているので、これが新たにテック銘柄、テック企業の採用というものが戻ってくれば、またさらに雇用の再燃、まあ、みたいなものがアメリカで起こる可能性というのもあるので、そのあたりは注意深く見ておくべき必要があるポイントなのかなと思っております。はい。一応、えー、ですね、今日の FOMC での利上げを受込み状況に関しては、 まあ端的に言うとほぼ変わりなしという形になっております。引き続き年内の利上げはまあないというのがメインのシナリオになっていますが、もしあるとすれば12月ぐらいかなというのが今のマーケットでの予想というふうになっておりまして、かつ利下げというものに関しては、まあ大体6月もしくは7月ぐらいが今のターゲットになっています。まあ大きな変更はここ最近としてはないんですけれども、 こういった数値は、1回の CPI とか、まあそういった経済指標によってかなり大きく変わる可能性があるので、まあ注意深く見ておく必要があるのかなと思っています。はい。まああとはですね、もう一つ、ウォールストリートジャーナルで、ニックさんですね、こちらが出している記事なんですけれども、ソフトランディングに関しては、少しですね、まあ難しくなってきているんじゃないか。まあそういったような意見が出てきています。まあいろんな理由がですね、 え、挙げられているわけなんですけれども、そもそも歴史的に見てみると、リセッションというかですね、まあソフトランディングっていうのは、かなり難しいというようなのが、過去に遡ってみるとあります。で、過去の遡ってみたタイム、まあ、過去遡ってみると、え、もうリセッションも回避、リセッションになっちゃうなっちゃうっていううに言われていて、ソフトランディングになったっていうのはですね、ここ数十年で、 ま、一回ぐらいしかないというふうに言われているんですね。なので、今の状況っていうのは、ま、なんとか持ちこたえるような状況ではあるかもしれませんが、リセッションが来るか来ないかではなくて、今来る、もしくはちょっと後に来ると予想されていたものが、ずれ込んで後に来るだけなんじゃないかというふうにも言われているんですよね。っていうのも、ま、やっぱりですね、今すごく高い金利っていうものが、え、強い雇用と、え、まあ、あとは経済状況も強いということもあって、 維持され続けています。高い金利が維持され続けていますと。で、これがですね、もう少ししばらく続いていくんではないかというふうに言われていまして、その一つの理由として面白いなと思った理由が、やっぱりですね、フェットの関係者としては、利上げを、まあ、やっているタイミングで、利上げをして、その後ですね、一定期間を置かないと、利下げに転じるっていうのは、まあ、政策をやっている側としては、なんかですね、まあ、ちょっとダサいなというか、まあ、これまであまりそういった利上げをして、 え、利下げにすぐ転じるみたいなものは、あまり歴史的に見てもないんですよね。で、それをやってしまうと、まあ、これまでの歴史的な、まあ、あの、背景といいますか、え、歴史上の動きから逸脱するというところと、まあ、あとはですね、本当に上げる必要あったの、前回、みたいな感じで、え、ポリシーの、まあ、その動きというものを、えー、まあ、いろんな議論を生んでしまって、え、ちゃんと分かってないんじゃないか、みたいな、まあ、そういう世間のいわゆる声ですよね。まあ、そういったものが、 気になってしまうことによって、えー、フェットはですね、思っている以上に、もしくは必要以上に、高金利を長い間継続させてしまって、えー、それがですね、アメリカの、まあ、景気に対して、今後インパクトを与えていくんじゃないかっていうような、まあ、声も出てきています。まあ、これはいろいろと記事の中でも言われているんですけれども、まあ、簡単に言うとそんなことが出てきていて、えー、結果的に遅く、まあ、時期がずれ込むかもしれないけれども、 リセッションがアメリカをですね、襲って、それがですね、今後、アメリカ企業の収益、まあ EPS とか、まあそういった収益をですね、圧迫していって、今、あまりマーケットが折り込んでいない株価の下落というところに繋がっていく可能性があるんじゃないかっていうのがですね、今、不安視されているような状況となっております。はい。ってことで、いかがでしたでしょうか仮想作のマーケットの取引ボリュームの低迷、そしてアメリカのですね、 え、経済の、まあ、なかなか伸び悩んでいる環境というところを見てみると、まあ、やっぱりしばらくの間は、え、アメリカこれ仮想通貨だけではなくて、株式マーケットも含めて、継続的な上昇というものが、まあ、今はなかなか、ま、予想できないというか、期待できないような状況なんではないかなというふうには僕は思っているので、そんなにやっぱり焦って、何か投資をしていくというよりも、まあ、やっぱり定期的に何かチャンスがあれば、 積み立てていく。これは仮想通貨だけではなくて、株式も同様だと思います。株式に関しては非常に多く、もうポジションをですね、持っている方もいらっしゃると思うので、仮想通貨を定期的に小額で構わないので、買ってみるとか、いろなことを長期でやっていくことによって、将来的な大きなリターンを得られる可能性っていうのが、株式よりも今は高い状況なんではないかなと思うので、アセットクラス、自分が持っている運用資産の中に仮想通貨が持っていない、まだ少ないよという人は、 ま、検討しても面白いのかなと思いますし、ま、あとは仮想通貨に関しては本当にこれからメインストリームのアセットになっていくというふうにも言われていますし、ま、非常に多くの投資銀行、そして、大手の金融機関、いろんな金融機関ありますけれども、ま、そういったところがですね、え、このビットコイン、そしてイーサリアムを投資対象アセットとして、え、今後販売していくというような今状況にもなっていますので、え、長期的に、え、ある程度約束された、かつ今、ある程度、 まあミスプライスされているようなアセットクラスなんではないかなと思うので、長期的にしっかりと追っておこうとは、ま損にはならないんではないかなというふうに思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。